こんにちは、タツクリです。今回は折り紙でタツの置物を作っていきます。後ろを開けば立たせることができます。小さく切った紙に文字を書いて貼っているんですが、文字がなくても可愛いと思います。頭に角を書いても可愛いです。別の動画で違うタイプのタツも紹介しています。他にもたくさんのお正月の作品を紹介しているので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では早速作っていきます。まずは頭から作っていきます。裏返します。上下と左右の端を合わせて折り筋をつけます。裏返します。4つの角を中心に合わせて折り筋をつけます。裏返します。左右の端を中心に合わせて折ります。上の端を中心に合わせて折ります。上を戻して、真ん中から開いて折り筋に沿って折りたたみます。角まで折ります。下も同じように下の端を中心に合わせて折ります。下を戻して真ん中から開いて折り筋に沿って折りたたみます。上側の端を折り筋に合わせて折ります。上の端を折り筋に合わせて折ります。
上の角を縁に合わせております。今折った角が上から少し出るように折り返します。この点から斜めに折ります。上の左右の角を少し折ります。端をくぼみに合わせて角を折り筋に合わせて折ります。左右の端を中心に合わせております。下の三角の中から折ります。今折った部分が左右から出るように折り返します。下の角をすぐ上の角に合わせております。裏返します。ペンで顔を描きます。これで頭の完成です。次は体を作っていきます。裏返します。左右の端を合わせて折り筋をつけます。左右の端を中心に合わせて折り筋をつけます。左右の端を折り筋に合わせて折ります。
裏返します。4つの角の端を折り筋に合わせて折ります。上の端を下の端に合わせて折ります。これで体の完成です。 1.5 センチの紙に文字を書きます。タツのタと書くと簡単なのでおすすめです。これを2センチの紙に貼ります。では組み合わせていきます。頭の裏をテープで留めます。体を頭にテープで貼ります。だいたいこの縁のあたりに貼ります。お腹に文字を貼らない場合は少し上でもいいです。角あたりに貼ります。お腹に文字を糊で貼ります。後ろを開けば立ちます。これでタツの置物の完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたら高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。